なくしたんか？いや、どこそれ。大丈夫っすよ。まだ酒残ってんな。飲みすぎた。でも黒龍マジでうまかった。誠一さんあれ飲まなかったかわいそう。気持ち悪い。気持ちいい。五湖。そう、三方にある5つの湖だから三方五湖、うん、この辺はサイクリングロードなんだって。へえ。次はイカか。さっさとする。あ、心配しすぎですって。あいつらも子供じゃないんだから。そうなんだけどさ、気持ちいいっすね。慌ててた。慌ててたって。あ、さっさとする。まあイカ丼は有名だから分かったけど、この先どうするの？部長は？あの部長絶対楽しんでる。大体の地図は覚えてる。じゃあ行けるじゃん。だけどポイントないか。え？降りた駅で探すネタが3つになる。出た！ここに来てのアンラッキーカード。なんでそんなに嬉しそうなの？てか別にさ、アンラッキーじゃなくない？
ただきます。風流な街並みとクルージングのドキドキと名物鉄羊館で幸せ見つけた。これはうまい、うん、わさびめちゃくちゃうまいっすよ。ちょっとでもね、うん、あ、全然辛くないからもっといっぱいやった方が絶対美味しいっすよ。うん、ちょっともらおう。足りないっすよ。え、はい、あ、ちょっと待って、全然辛くない、ほんとに。うん、辛いに決まってるじゃないですか。このわさびめちゃめちゃうまい。でもうまくないですか。めちゃめちゃうまい。辛いけどいい辛さっすね。すげー涙目になってこれのどこがエビ。人形です。どんだけエビを探してたと思うよ。尻尾しか思い出せなくて。もういいって、早行くよ。早せんと日が暮れるって。大丈夫っすよ。寝たりしませんし、会話で盛り上げますから。スイスちゃんは考え好きなんですよ。うるせえ。うるせえ。